でで寒いんですよもうこれここが寒いじゃんここが寒いじゃんで私この服、まあ、下見えてないからわかんないと思うんですけどなんかこういう感じでこれもレース素材だから超スケスケで超寒かったです。 っさ <laughs> そうですゆずぽさんとの「に」じゃないよは2回目、えー、ブログだったり今、まあ、収録で、ね、話したりたくさんしているのでなのでぜひ皆さん聞いてくださいめっちゃ楽しかったですゆずぽさんと何しゃべるゆずぽさんとはなんか あの普通にチーム S になってそう会うのが初めてだったから「おめえ」みたいなとかさっき田辺さんが誰か服もらってくれないかって言ってましたみっちゃんの服入るかなみっちゃんのさ服さ身長足りん <laughs> お前身長ちっちゃいだろって思ったでしょそれな そうでね黒島先輩とポケモンをゾッとしてます <laughs> 放送はえー、っと11月3日の11月3日の21時半からですポケモンをアイスのみって感じなんですけど まあ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 今日はスマホケースの写真撮ってきたから送りますね。 そうですユズポケモンは今大はめっちゃハマっててゲンガーにハマってますかわいいゲンガー倉島 <laughs> さんはもうめっちゃ可愛いのでそうですねピチューとかトゲピとかその辺じゃないですかね 倉島さんとその話をたくさんしましたゆずぽさんともたくさんお話をしましたきゃさんはもうなんか逆に22だから吹っ切れてるんですよ中坂は中途半端だからできないんです なんか中坂さん、基本的に前髪が長すぎて。残念なことになっちゃいますよ、自撮りが。こう。こうなってます。前髪切りたいんですけど、前髪はまだ切れてないんですよ。 なんか切れないんですよ。自分で。こっち mk2 さんの tiktok に上がってるので見てください。 流しは似合わないから残念ながらセンター分けも残念ながら似合わないんですよ悲しい現実よね <laughs> そう目くさんに切ってもらわないと 今日くしゃみしたらお母さんに100年の声も冷めるみたいなことを言われましたパフェイワシブームは去ったのだいぶ前に去ったよパフェイワシ龍のやつは何龍今日は お母さんとイロハガルタについてお話をしていましたありんこピース刺さってるやつりゅうあんま知らないんですよそれ。 もうイロハガルタを一生ししてましたそういえば好きから確かになんかなんか謎に消滅してしまった消滅はしてないですよもちろんいつか再開していきたいと思いますなんかさ今日めっちゃ調子悪くねそうそう犬も歩けば棒には当たるとか 身から出たサビとか油断大敵とか「複水分に帰らず」とかまつげ長いほんとほうきみたい猿も木から落ちる猫に小判目的にはやっぱエビで鯛を釣つるが好きかな。 花より団子花より団子ですかね中坂は別に植物より団子ですかね馬に馬に分かんない馬に馬にひもみたいな <laughs>。 いろはにほへとは言いますよ。いろはにほへとちりぬるいろはにほへとちりぬるお若いをたれそつぬならむいの奥山けふこへたさき夢見しひもせすんです。馬の耳に念仏あそれは聞いたことある。豚に親友的なやつでしょ。 いろはにほへとちりぬるウ若いたれ卒園ならむういの岡山キャフ越えてあらさっき夢めしえひもせすんじゅぎょうもじゅもごこのすできれかいざり水いの水い末うらい末ふらい末みたいなやつでしょ住んでるところにううどころみたいな月きとすっぽんめちなみにモータのやつも言えますからね 祇園奏者の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラ掃除の花の色、乗者必衰の断りを表す、え溺、ー、れる人も久しから、おう違う。武器者も、じゃ溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のことし、けき者も,もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。 完璧やろ今から豆乳バナナを投入します投入してください,いやあれも言えると思う竹取り物語いやそれは言えないかもしれないなんだっけ竹取りの大きなというものありきりみたいなやつよ <laughs> なおに混じりて竹を取りつつよろずのことに使いきりなおばさぬきのみやつことなん言いける みたいなやつ <laughs> ここから先わかんないです春は秋のようよう白くなりゆく山際は少し明かりて紫立ちたる雲のみたいなあんむり今は昔竹,竹取りの大きなというものありきり野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いきりなおばさぬきへの宮つことなんいける おその竹の中にもっと光るだなん一筋ありけりすごいみんながすごいそう今流行りだから糸お菓子だから清掃なごんやからなみんながすごすぎてもう中坂は感動しています <laughs> 好きになりそう本当まあ確かになんかすごい勉強熱心ってなんか感じの名前がしてますね 怪しがりてよりてみるにつつああそうそう筒の中光ったりみたいなあーすごいねみんなすごいねマロにお茶ろお茶中坂もなんかほぼ記憶ないです大丈夫 ABC の歌を歌いますよ ABCDEFGAJKLMNOPQRSTUVWXYZ <laughs> 学生やったっっけ中学3年生15歳ですおっちゃゃんん、まあ、プリンが食べたじ <laughs> 悲しいことなかった。

金ちゃんねぎラーメンみたいなやつですそれを見ればサンスンばかりになる人糸をつくしゅうていたりとかだったりそうそうそんな感じすごいすごい再現度高すぎる低すぎるどっちやろなーにーやっちまったなこれ実話です 今来たばっかだ。<laughs> それは困る <laughs> 面白いですありがとうございますこんな楽しい配信が30分しかできないと思うといっとおかしい <laughs> コメント欄が大壮金、大壮険不可避だわこれは笑いもいけるのねあ私何でもいけますよ 変顔だだってししちゃいだし頭もいい <laughs> 自分で言えない頭もいい面白いこともできるこれはもう文武両道ちょっと何言ってるか分かんない白目もしちゃう <laughs> 糸お菓子綿菓子 えー、なんかさなんか頑張ってる若手の芸人さんみたいで悲しくなってくるからやめてくださーい珍しい魚だって <laughs> 真っ赤ん目で対抗しますから白目できますよ。 もう何でももう青汁以外だったらな <laughs> んで青汁はダメなのか芸人さんではないです <laughs> だからよ <laughs> そい青汁飲んだことあるんですけど超まずかったんですよならランドセルは みんななにはは見えないと思うけど実は今日背負ってますまあみんなにはちょっと見えないんですけど今日実は背負っててでもみんなは見る気ないから多分、まあ、見せなくてもいいかなと思ったけど今日背負ってますえ女芸人さんじゃないのあ,あもうこれは M−1 グランプリ目指すしか <laughs> わしには見えるよ 私もね、紫色のランドセルだから、よろしく <laughs> SK で一番面白いのは誰ですかいや、もちろん、もちろんドンさんです 紫です紫の,あのミレイタンとお揃いです <laughs> ほら見えますか紫紫のランドセルやろ メイちゃんに対抗対抗じゃないです。対抗じゃないです。<laughs> はい。ゆっくり半、ゆっくり半、ゆっくり半。今日の洋服しすぎなってかわいいでしょ？<laughs> 離婚ホイホイやなんかさゴキブリホイホイみたいなテンションで言わないでくださいよ。 ですから調子いい時は本当に面白いん、ね、で私 <laughs> <laughs> いたて遠くへ」あ「あるセクシーセクシーでしょ?」<laughs> 今日はまあそうですね30%くらいです。 もっともっとリアルなリアルなダメダメの君も好きだドゥドゥルゥルゥ,ゥ,ゥお願い背中のジーパーちょっと上げてちょうだい甘えた声で言われると背中のジーパー君も両手で

お皿にぶちまけ遅れちゃいそうって叫んでる半分着替えたワンピース慌ただしいモーニングチュ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 僕の名を何度も呼んでミルクはどこって 聞くけれど冷蔵庫い出ない冷い庫以外にしまってあるミルクなんて見たことないま中坂は別にジッパーとかやりたいと思わないでジェリービーンズをあ <laughs> 綺麗な色と形 お年頃になると女の子は誰でも弾けるように輝くのこんばんはこんばんは。 20時52分えー、まあ早くねあざじゃあ最後に好きだった歌も覚えてないくらいにあっという間だった季節の風のように 咲いていた花の香りもぬぬぬぬぬ過去になる自分自分から決めたのになぜ涙が出るのかな最後別れのさわかんない思った繰り返ると。 いくつの宝石が、選春ビキニブタさんか、かぼかカっちゃ、かー。っちゃ。えャー。カトイさん、こブブさん、ペロペロかんねー、クロミちゃんさん、かわいい、かわいい、かわいい。 シルルルーさん緑のだるま、カクカクさんペロペロキャンディー。え、ブーブーさんペロペロキャンディー。シルルルルーさんお花、ワカメさんペロペロキャンディー。ヒコボさんかわいい。ぶどうプチプチさんお花。シルルルーさんだるま、カクカクさん尊い。ひこボしさん水色のだるま。え、尊いブーさんハート。シルルルーさんペロペロキャンディー。ヒコボさんハートとかわいい。クロミちゃんさんペロペロキャンディー。シルルルルルさん小判とこはぴょんぴょんさんかぼっちゃん。さんハート。

ありがとうございます好き好き嫌い好き私の心は花占ない繰り返しても繰り返してもなくならない花びら ですそれはおめでとうパチパチそれではランキング読んでいきたいと思いますいきますせーのハムスターさんキラキラ星さんカトリ先行ブーブーさんひこ星さんひひさんシュルルルンさんガオさんありがとうございますイエーイ 寝落ちしないようにね、頑張りますもう眠たい今日は絶対に12時までに寝る宿題ないだろう。13位 <laughs> さあ、ありがとうございます12位 <laughs> さあ、ありがとうございますからあぎくん11位 <laughs> さあ、ありがとうございますわかめ10位 <laughs> さあ、ありがとうございますしゃあ。9位 <laughs> さあ、ありがとうございますかきーん 8位、んふふふんさんありがとうございますくロミちゃん7位、んふふふんさんありがとうございますシルルルル6位、ふふふんありがとうございますガローさん5位、んふふふんさんありがとうございますキ4位、んふふふんさんありがとうございますブドウプチプチ3位、んふふふんさんありがとうございますぴょんぴょん2位、ふふふありがとうございますビキニブタ

あの中坂さんもちゃんとあの覚える努力をしようと思うので <laughs> あのぜひ最初にコメントで教えてくれたりしたら嬉しいなと思いますあー楽しかったよこちらこそありがとうございましたペコリペコリ31だけになりそう OK はーいありがとう31いく予定 OK11、OK、月1日は行こうと思います OKOK1、OK OK、日は2いく OK 31位、会場にはいます。OK、OK。行く協定です。はい。ありがとうございます。<laughs> 両方いきます。おお、昼以降なら。え、そうね、部がね、分かんないですよ。交番がね、中坂も。楽しみです。 でもなんか久しぶりにみんなと会えると思うと嬉しいです。あの、中坂は、あの、ハギちゃんが、もうハギちゃんがすごい優しいんですけど、今日2.5メートル計測をしてきたところ、あの、ちょっと怖いので、コンタクトを秒速で買いに行ってきたいと思っております。パリオの券、イベント券持ってきよう。あ、それいいね <laughs>。二日間とも在宅ピエン。まあ、遠いし、まあ、新潟よりは寒くないけど <laughs>。 一日会場にいるはずオッケーなんか見えるんですけどなんか顔をしっかり認識できるかだから認知をするのにはやっぱ顔を覚えるために顔がしちゃうじゃないですかなんとなくは見えるんですけどなんとなくだったらあのこの人とこの人は一緒じゃねってなっちゃうので,でも中坂さんただでさえあのこの近距離でも覚えられないことが今までに何回もあったので <laughs> 頑張っていきたいと思います。 ついにコンタクトコンタクトちょっと憧れてますドルマ持ってきますえ本ほんとだよ中坂が見えるらへんでドルマ持っててくれたらあっあっっちゃ好きーって言うから物 <laughs> で覚えるあなんかあれ着てきてよいつもの T シャツいつも T シャツ着てくれてるよね違ったごめんなさい <laughs> 59分よ。ありがとう。1638人の皆さん見に来てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、ダイフゴートショールームのフォロー、そしてツイッターとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた明日の配信も見てください。せーの、バイバーイ。ニット帽をつけていく。あ、いそう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 。工夫をお願いします。 これ勝手に切れるかな切れなかったら自分で切らなきゃ久しぶりだねこの感じうわーすごい興奮目のつけどころがやっぱ他のメンバーと違うでしょ